はいどうもパシです。今回は荒野行動なんとアップデート、水曜日なんですけれども入りましたので紹介していきたいと思います。でまず一番でかいアップデートはこちら、狙撃大戦闘再来ということでね、みんな大好きあの SR しか使えないモードが戻ってきました。今回はこちらをやっていこうと思います。千里の距離も一撃で必殺で、ルールがちょっと実は変わっています。で安全圏の大きさと縮小スピードを調整しました。遠距離狙撃の発生率が増加しましたということで、もう最初からエリアがちょっとちっちゃいあのクイックマッチみたいなね、あの10分ぐらいで終わるモードになってます。2番、銃器高倍率スコープの出現率が大幅に増加しました。3番、毎回のバトルで出現する狙撃銃の種類、単発、連射、あるいは大量の AWM は異なります。異なる楽しみ方を体験できますということで、大量の AWM モードなんていうのも追加されております。でこのモードはクインテッドで参加し、マップは半島のみとなっておりますということで、新マップ限定になって、でしかもクインテッド限定になりました。もうソロでは遊べませんということで、結構変わったよねルールがね。なんで連射も昔はね一回消えたんですけど、連射も戻ってきた。でもその代わり連射しかない狙撃大戦闘とかっていうね、縛りが復活しました。でさらにねちょっとしたアップデートが入っております。なんとマスク、ね、みんな使ってなかったあの無駄なアイテムがなんと毒ガス弾のダメージ軽減に使えるそうです。これすごいですねこれね。はい、ということでみんな多分明日からマスクをつける必要があるでしょう。で通常バトルでは毒ガス弾とグレネードランチャーはマップの激戦野原、嵐の半島にて出現しますということって、毒ガス弾とグレナー今までは確か新マップだけだったんですけれども、今度からはどっちからも出るようです。で、81式と M16 はデフォルトで3連射撃になりましたということで、今まで単発撃ちがデフォだったんですけれども、それが3連になりました。でこれでかいアップデートです。一部レジャーモードの開放時間を調整し、今回の更新後毎週特定の曜日に開放されることになりましたということで、今までは期間限定で狙撃大戦闘だけとかこれだけみたいな感じだったけど、もう曜日で交代交代していくそうです。これ北米版と同じですね。北米版もこういう感じでした。まあ目立ったアップデートはそんな感じですね。ということでね、新モードやっていきたいと思います。まあ平日のね真っ昼間果たしてマッチングするんでしょうか。しなかった場合は中国サーバー行きます。まあ大丈夫ですよね、大丈夫ですよ。あの大人気ゲーム荒野行動ですから、マッチングするに決まってますよ。見ててください、この振り毎回やってますねほぼね。まあお、うん、3人あのクインテッドでしか戦えないルールで3人ですか。なるほどですね。あ、君が敵だな。サッカー場おりませんか。談合申し出る。お互い探すのめんどくさいだろ。サッカー場で決着をつけようじゃねえか。いいなら飛べ。サッカー場で決着をつけよう。これは談合ではない、決闘だ。おい、サッカー場で決着をつけねえか。この広いマップでお互い探すのめんどくさいだろ。俺の決闘を受け入れるなら飛ぶがいい。ジャンプしろ。お、受け入れるのか。いいだろう、サッカー場で勝負だ。これサッカー場で勝負だっていうのって、これで談合に当たんのかな。別に当たんないよね多分ね。ロビーでただ騒いでるだけだもんな。大丈夫だよね。別に戦績に反映されないし、ま多少はねさ3人しか遊んでないゲームで談合したところでっていう話ですよね。公認実況者とは思えぬセリフ。まあ俺あと公認実況者なのあとたった5日で終わるんですよ。もう今月いっぱいで公認実況者じゃなくなるんで、多分ねこの動画をもし運営さんが見てもね、怒られる頃にはもう俺公認実況者じゃないんすね。最強ムーブ。お、あーバル狙撃銃。え、待って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 、お前倒したら勝ちだ。弾が切れた、まずい。惜しい、いける。勝てる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 ぞ勝てるぞ。来た、大チャンス、やったーって喜ぶほどのことじゃないなこれがこれが狙撃大戦闘でいいのか。
中国サバいきますか。中国版のこのマッチングの良さ、さあ55人で狙撃大戦闘やっていきたいと思います。サッカー上りんの？マジで？死ぬよこれ、やばそうだな。さあ中国版第1試合サッカー上スタート。周りは1人、あれ意外といない、あれ意外といないぞ、みんなサッカー場から逃げた。あ、横にいる1人ね。え、嘘でしょ、え、嘘でしょ、何回降りんの俺。マジなんで俺カーナルに湧いてレンスラーなの、おかしくね、おかしくね、オカピーポー倒した。レンスナモードと分かれてるんじゃなかったんですか、一緒になってんじゃんレンスナとカーが。地獄絵図、レンスナモードでカーは何、外れ枠で落ちてんの、どういうこと。もういいや、とりあえず5人生き残ったな。お、 M24 まで落ちてる、あれ、もうじゃあレンスナと普通のスナ一緒なの、マジ絶対レンスナの方が強いかな。ちょっとこれ悩ますね。じゃあ AWM いっぱいモードと、もうなんかレンスナと単発スナごちゃごちゃモードって感じなのかな。ほらもうレンスナの音やばいって。うおー怖っ、ガソリン爆発したんだが、なんだよあいつやばすぎだろ、自爆兵みたいなやつおったんだがすげえ月兵がこんなに落ちてるの初めて見た、未だかつてない月兵の量で草。君、あ、CSLR4 なんでもあんじゃん、マジ。みんながレンスナを使っている中でこういうね単発 SR を使うっていうのがロマンなんですよ。惜しい、これ当てたら神じゃない、惜しい、当てたら神。え、待って貫通、嘘でしょ、中国サーバー怖いよ、敵がうまいよ、ちょっと死にそうなんで逃げます。こいつは AWM 来た来た、これ AWM エリア向かうか、あ、いた、よし AWM の反射、よし、あとあと8、あとこれ一発かすれば死ぬと思うよ、マジ。AWM の反射から仕留めきれないとか本当？マジかよ、やらかしちゃったな今のは。降りた、マジ反射、惜しい惜しい惜しい、おっしゃ当たった、神 SR うまいっすね今のは。これでヒカキン TV の名前が世界中に轟いたでしょう。もう一人いるの、惜しい、カモンカモン、頭出せ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 、ナイス、もし偏差いらないこの距離ならナイス。お、勝った、まだか、やりますね、あー惜しい、あれで反射、惜しい、頭出せ、敵のいる場所分かったから、カモン、あれ、え、嘘でしょ、エリア向かってた、バレて、え、いつの間に、マジマジマジ、え、え、これで負けたら超ヌーブだよ俺。え、おい、いた、ガタラム勝って、よかったよかったよかった、絶対あん中にずっと残ってると思ってたのに、いつの間にいなくなったの。いやーよかった、チーム戦でよかったですね。ということで、新モード狙撃大戦闘のクインテッド限定モードが足されました。
服装とかの追加は特にないみたいなんで、今週のアップデートは添え木大戦闘のみのようです。皆さんぜひとも遊んでみてください。毎週ねアップデートがあったら、できるだけ早く動画化してますので、皆さんぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。グリッチじゃないですかそれ絶対グリッチだよなおい今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あね頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす、奇跡を起こす。いけるいける、やったー。チャンネル登録コメント高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。